武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は山口大学の入試について話していきたいと思います。山口大学ですが、まあ、学部の再編、なり、が、2015-6といろいろ行われており、まあ、あの国際総合学部、科学部が新設されたり、教育や、人文などの、が、まあ、再編されたりなど、まあ、変わってたりはしますけれども、まあ、基本的に、まあ、医学部、医学科と獣医が、ある大学で、入試科目自体が、まあ、医学部などでなければ、まあ、1科目、2科目程度の、で、割とそのセンターの重要度が高い、大学と、なっています。でそのセンターのパーセンテージについてですが、だいたい5割後半から6割後半にかけて程度の学部が多いのですが、まあ、あの地球圏システム科学は7割中盤程度、まあ、75% 程度で、獣医、共同獣医が8割から8割前半程度、医学部、医学科は8割後半程度は必要となっています。でまた医学部に関して、あの理科が2科目に2018年度入試からですかね、まあ来まあ、次の春の入試から理科が増えるという形になっております。まあ、それ以外も入試の情報、まあ、続々更新されていくと思うので、ぜひ最新情報をまあ見ながらですね、受験の準備をしてもらえればと思います。それではそんな山口大学ですが、英語、数学、国語、物理、科学、生物、それぞれの自分が見たい科目を選択してください。